世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日の聖書の場所はロマ書の8-28、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ここからお話をしたいと思います。主に従うときに全ては益となります。私はですね、幼稚園の頃、歌謡曲でコロンビアローズっていうのがいたんですね。その歌を聴きました。だから言ったじゃないのって、こういう歌なんですね。内容をよく理解したわけではなくて、この中にそのメロディーが非常に残って、そしてそこから歌が好きになりました。そして歌い始めたんですね。歌謡曲はもちろん童謡、それから、ポピュラー、さらに、学校の歌など、片っ端から自分の気に入った歌を歌っていたんですね。そしてですね、学校の1階など、一人で行ったりするときには歌いまくってですね、そして学校に行っておりました。そして、もう中学生ぐらいになると1時間ぐらい歌っているんでしょうか。高校生、大学生ぐらいになりますと浪人もありますから、場合によっては3時間ぐらいも歌っていたんですね。その時よくうちの者からうるさいとかなんか言われましたけども、それにもめげず歌っていたのです。私はこの歌手になるつもりはなかったんですね。ただ好きで歌っていたわけですけども、これはよく考えてみますと自分の娯楽にはなりますが、何の役にも立たないことであります。ところが私はですね、神様に導かれて伝道者になった時、これが大きく響いてきたのがですね、それは賛美を導かれる時に私が歌ってたっていうことが大きなプラスとなりました。それとともに賛美をしていて活性の訓練ができたのが、特に説教の時にはですね、大きなプラスとなって込みました。私は主を仰ぎました。全てが益となることを感謝し讃えました。それとともにですね、私はその中で中学生か小学生ぐらいの時から山小屋の灯火という歌を聴き、本当に大好きになりました。そして毎日のように何回も繰り返して山小屋の灯火を歌ったのです。それは、白馬とその付近の情景、山小屋を歌った歌でした。私はそこを思い浮かべながら、ああここに行きたい、ここに俺じゃあどんなにいいだろうなんと思いつつ、その場に自分を置いて歌い続けていたのです。後年私たちは白馬にキャンプに行くことになり、冬夏とそのキャンプを行っています。まさに私が歌っていた白馬であり、さらにそこの山小屋といったら一発目の大きなホテルですが、そのホテルです。それを見るときに私は思うのですね、神様の深い愛と恵みを見ます。私は歌を歌うことによって多くの益を受けましたが、同時にその中で神様の深い愛を見ました。神様は私たちを愛しておられます。私たちの人生にいろいろな部分に祝福を与えてくださいます。主に従うとき、私は全てを益とする神の働きを見ます。ありがとうございました。